はい、どうです。えー、今回ですね、まずは北の朝鮮する国、ガチャーさんですね。ガチャーさんの国がですね、無人機を使って、いろんな国に行き出しまして、何やったんねと、お前ら無人機持っとんかっていうところからですね、始まりまして、領空侵犯、もろもろね、これありまして、韓国の国防省が警告で射撃とか、まあ、そこまで言ってるらしいですね。その記事をお伝えします。次、長国ですね。長国はもうタイの湾とか日本、もう 来てますけども同じようなことをやってましたそういう記事お伝えしますアメリカですねアメリカのイーロンマスクさんがこの暴露今してくれてますけどもえ言ってくれましたですね陰謀なんかありませんと今あるものは全部真実ですわっていうことを直接自分で発言しました これね、どこまでの陰謀をね、言ってるの気になりますね。そこの記事、お伝えします。最後に、トラさんですね。トラさんが明言しました。まあ、その、トラさん対ビヨンデの時に悪い行いあったと。で、最終的にはマイクのペンの数ですよね。ペンの数。ペンの数に対して、このタイミングで発言されましたですね。やっぱりね、ペンの数はあっち側なのかなと、えー。そういう記事とかありましたね。えー、お伝えしたいと思います。 まずは北の挑戦する国ガチャなんですけどもめちゃめちゃ挑戦してきましたまずはこれ韓国の国防省が発表していまして北の挑戦する国がですね無人機を使って領空侵犯をしましたこの時点で何やっとんねんとまずお前無人機持っとったんかっていうことですけどももう飯食わしたりやと思うんですがこのこ領空侵犯しただけではなくて日本やったらいやなんか入られましてんすんませんでもいかん方だ 今日はぶっぱ出しておきますって言うてますが韓国は違いました軍が韓国の軍が警告射撃これをしてるんですよね国対国が領空侵犯して射撃もしてしまうというぐらいことがありましたちょっと記事紹介します韓国の国防省が北の挑戦する国の複数の無人機一機とかでても複数ですね無人機が二十六日 軍事境界線を越えて、韓国の領空を侵犯し、首都ソウル近郊の上空に飛来したということを発表しました。一応、日本はですね。まあ、その言ったギリギリのあのなんか海の上ですけども、もえソウル上空これを飛来したというこれね。結構大きなニュースだと思いますで。韓国軍がこれら無人機に対して警告射撃を行ったということですので。あの。 入られたそうですかではなくてもう射撃までしてしまっているということで北と南バチバチに、ね、これやり合ってますね韓国の国防省の発表によりますとガチャーンさんの国の複数の無人機が26日軍事強化制を超えてえ領空侵犯をしました最初に無人機が確認されたのは午前10時半頃でソウル近郊のキョンギっていうところの上,です、ね、その上空を飛来をして韓国軍がこれを無人機に対して 傾向百0えー、行いました。 でまたこれ韓国のニュースの方でも結構大々的にやっていまして韓国の軍が戦闘機などを投入して無人機の撃墜これを試みていますということを言ってますので,で射撃だけじゃなくもうこんなもんもう解散度ともう落としたる撃墜しますわっていうことをやってますでこれに関連してインチョン空港ですねあとキンポ空港では軍の要請を受けて1時間ぐらいこう離着陸、えー、飛行機のですね これを見合わせたということですので、もう普通の国民に対して迷惑があるということで、これまああの本間にそれガチャさんの無人機なんですかって気になるんですが、まあ一応報告としては、まあ、国防省が発表しているのは北の挑戦するとにガチャが無人機を使っていろいろやってきてますということを発表しました。これね、この北と南だけではなくて、日本と中国同じようなことがありまして。 中国の軍機、軍機ですよ、軍機。もう漁船とかそうじゃなくて、もう軍機。47機がタイの湾の海峡、中間線を突破しましたに、ね、やっとんねえて。 何今突破しとんねえでね、もう受験勉強ちゃうぞ言うて、もうね、もう南海大学合格とかのレベルでもう47期がこれを超えてはいけないところを超えました。で、一応そのアメリカとタイの湾の挑発に対抗してますっていうことで、まあ今その中国がですね、色ろ挑発されてるから、いや、やられるんであればやり返します言うて、そんな感じのようですもそれね、もうさすがにちょっとやばいですね。 これタイの湾の国防部国防省にあたってもらえにあるんですけども、そこによりますと中国の軍が戦闘機など47機が25日、まあ、クリスマスですよね。そののの、日にタイの湾海峡上の 事実上の境界線線である中間線えこれを越えて台湾側に飛行しましまた今、中国っていうのは、尖閣諸島云々ぬん関連でも、もう歴史上最大になんかもう居座るっていうんですか、いつまでおんねはよ出ていきやいでね、温泉ちゃうぞって言って、まあ、そんなことがありましたけども、タイの湾に対してもそういうことを行いました。で、国防部によりますと、合計で中国の軍機71機がタイの湾周 周辺を飛行しました。戦闘機が四十二機。あと、なんかもういろんな飛行機ですかね。その辺もろもろ、ふうでも、もういわが、もわが中一機やと、もう七十一機が追いました。 でこれに対してタイのワンは黙ってなくてですね、えー、あのだから海軍の船とか陸上の発射のミサイルシステム、えー、これで対応したっていうことで、あの見てるだけではなく遺憾法をぶっぱなすんではなくて、ちゃんとねミサイぶっぱなしてるんですよね。もうこれねほんまにどないですかというとこですね。北と南もうんぬんかぬもそうですし、中国とタイのワンでもけ ババチバチにありますよ、ね、でこれ中国の軍の東部戦区司令部は同日ここね気になるんですけども東部戦区っていうのは日本と台湾をこう管轄している中国の軍になりますのでこうタイの湾だけじゃなくて日本にもねこれくるんちゃうんかって言われてます。でタイの湾とアメリカによる挑発に対抗して攻撃の演習を実施したっていうことを発表しているんですね。 お前ね、もう練習するなら予想でやっとけやと。何は中間線越いとんねんっていうとこなんですが、気になるのが、詳細には言及しませんでした。一応、建前上は演習って言ってますけども、これ演習じゃない可能性もありますよね。普通は詳細、あの、言いますからね。いや、ここでこういう、あの、練習してましたって言いますけども、これ詳細にね、言及しなかったらしいんですよね。 いや、これはですね、ほんまにね、もう、いや、始まる直前ちゃうんかと思う記事がありましたので、お伝えさせてもらいました。 次、アメリカですね。アメリカ。アメリカの今も、ツイッターファイルっていうのがもう全世界をね、もうビクビクさせてますけども、まあビクビクするのは、あの、あっち側ですけどね。えで、その、イーロン・マスクさんが直接メディアに出てですね、え、いろんな発言をされてまして、陰謀論どないですかと、まあやっぱり言われますよね。トラさん対美容の戦いの時でも、そんなもん陰謀ちゃうんかって言われてますが、陰謀論っていうのは全て真実でありますよっていうことを明言しました。 啊。<laughs> あんだけ情報を持っているマスクさんが陰謀なんかちゃいまんねんと、えー、そういうことを言いました。といと記事紹介します。保守派っていうのは正しかったと、えー、ツイッター自身がもう腐敗してますよっていうことで、えー、イーロン・マスクさんがインタビューに答えまして、もう,こう結構ね、これ拡散されてます。で、内容が率直に言って人々がツイッターについて持っていたほとんどの陰謀論が真実でありますっていうことが判明しましたよね。 ペロとえテヘペロまでね。これ言ってんじゃないかっていう噂ですね。<laughs> 言ってないですけどね。テヘペロとは言ってませんが、これを明言したっていうことは結構大きいことやと思います。まあ、この辺はトラさん、陣営ももう正しいともうマスク言っとくと正しいわっていうことが、まあ、結構多くありましたので、まあ、これからですね。今まで陰謀と言われている内容がまあ、もっとその決定的な証拠を出すと言ってありますので。では、よ出せとマスクもは。 <laughs> っていうね、まあ出てきたらですね、総国をお伝えしたいと思います。 最後にトラさんですね。トラさんがですね、ペンの数に対して、またね、明言しました。まずはそのトゥルース投資で発言したんですけども、言った内容が民主党の左寄り、刑事司法制度を武器化しました。国境をなくしました。戦の強んか不正ばっかりです。我が国は財産世界の問題に直面しています。と言った上で、これね、ペンの数に対して言ってるんですけども、 現在のアメリカの惨状っていうのはペンの数のチキンがもたらしたものですと。<laughs> ほんまやったら、ペンの数だけはこれ飽きませんわって言うやもう終わってたのに、あの一戦ですよね。それを超えてしまったっていうことで今があります。で、ペンの数に鶏よりも少しだけ勇気があるんであれば、民主党の割り行いは暴かれてますし、公共なんか破壊されてます。今、不法で廃敵というみんなんか400万人超えてると言われてますので、そんなことなかったです。あとは、あの、ガニガニガニスタンですよね。ガニガニガニスタンも武器ブリー置いてほんなんで言うてね、もう 撤退してますから、そんなこともなかったと。とまあ、インフレ云々かんもそうですし。し長期になれば中,ここの中間選挙ですね。そんなの悪い行でもなかったと共和党も勝っとったっていうことも明言してますので、これからですね。ペンの数字に対し結構出てくるかもしれません。そこの記事、私ねお伝えしたいと思います。はい、以上になります。また以上でよろしくお願いします。